はい、6月25日金曜日です。時間は4時39分ですけども、もう今日はねエントリーはしませんので、解説ちょっと早めにしてさせていただいて1週間をまとめていきますね。今週はどういうふうに動いてきたかと言いますと、まあずっとバイで行くよっていうふうにお話してきて、実際バイで行きましたよね。デイリーを見ていただくと分かるように、ずっと右肩上がりのチャンネルラインを早めに引けてたわけなんですよ。まあですんで、右肩上がりのように、要するにバイで入れば基本的に負けはない週でした。その中でも111円に行くかどうかっていうところが一つの大きな山場になってましたけども、まあ、見事ね111円は達成して、でその直後に私ライブ放送しましたけども、あそこで利確をしてくださいねってことなんですよ。111円を超えたところで利確をすると、利確をする人っていうのはこれね上手な人なんですよ。だから上手な人がみんな利確したもんですから、ガクンと落ちたでしょ。上手な人っていうのは結構な資金を玉を入れてますので、一人が決済してもかなりの売りが入るわけなんですよ。で大きく下がって、でそこからもう一回111円に行きますよっていうふうに昨日申し上げました。そして昨日また111円に行ったでしょ。これが最後です。で今回111円行ったんだけども、上髭を多少出してですね、下の方に落ちてきたんですよ。ということで、ここはねダブルトップ、天井でもう行き詰まったってことなんですよ。この辺を解説しながら今日も進めていきますので、まあ、画面を切り替えてねご覧いただきたいと思います。画面切り替わるかな。はい、ここからです。まずはデイリーですね。デイリーでチャンネルラインをかなり早めに引けてました。ですので迷いなくエントリーできたと思いますけども、上の方から下がっていってね、こういう風にフラッグを書いた形になってまして、そしてこの同じ起点がありますよね。ここと同じところでどうなるかなってことを見ていったわけなんですけども、ここでねダブルトップになったんではないかなと思います。ダブルトップは別の時間軸で見えますので、そちらの時間軸を見ていきますよ。ではまず4時間です。4時間の方なんですけども、上髭を2本出した形になっています。まあでもこれがダブルトップってわけじゃないんですよ。ダブルトップは1時間で見てますけども、ここをですねどう捉えるかというと、高値を、まあ、ちょっと切り上げてきたんですけども、ここでもうちょっと止まっちゃったかなというところで、ここからは高値切り上げが入らずに4時間でいうと横ばいの方に入っていくんですね。こんな感じ、もしくはここでの横ばいです。ここでの横ばいね、高値を切り上げることはもうないのかなと思います。切り上げるとしたら、こっから大きくこちらの方を破っていかないといけないんで、もう一回111円に行くかどうかってことですね。ちょっときついんじゃないですかね。1時間見てみましょう。1時間のダブルトップはここで出てます。このヒゲとこのヒゲ、いずれもこのヒゲが出た直後、大きな陰線で下の方にガクンと下がりましたよね。で2つを見てるとダブルトップなんで、この図を見るとこのダブルトップから大きく下に下落していく、うん、戻り売りがここに入ってますけどね。まあ戻り売り私はしません。もう今週十分利益取れたんで、ここからもう一手打つことはしません。もう目標利益クリアしたら速やかに撤退です。で利益幅が足りない人はここで一発戻り売りを今日ね金曜日狙っていってもいいんじゃないですか。下に下がると思いますよ。これは要するにもう天井が行き詰まったんですよ。これ111円の095でとても112円の方に向かうような気はしません。今のところはね、週が明けたらまだ分かりませんけど、まあ今度は横ばいないしセルの方に入ってくると思ったらいいんじゃないですかね。まあですんでエントリーなしですね。エントリーしてもリスクリワードがすごく悪いんですよ。まずはレンジを疑わなくちゃいけませんけども、まあ、ご覧のようにレンジの中央に今時間軸が来てますからね、あんまり美味しくないです。こういう狭い範囲でやるあのレンジ作戦っていうのは。ですんで、まあ、ブレイクアウト狙いですね。ここでセルに入るか、まあ、考えにくいんですけども、ダブルトップを超えてもう一回上の方にトライしたら111円の、まあ、120あたりで倍に入るかなっていう2択ですね。はい、まあいずれにしても今週はもう出番ありません。金曜日はゆっくりと高みの見罰でしっかりとホールドした利益をまあ見ていきましょう。で残りは28、29、30なんですけども、もうワントライぐらいできるかなと思いますけども、まあできなくても今月はもういいかなと私は思ってます。あと28、29、30でこのブレイクアウトなのか、それとも
そのままね、レンジを継続するのか、これだけ見とけばいいんじゃないですかね。それでは今週もお疲れ様でした。